マーク B 中戦車とは、第一次世界大戦時に、ホイペット中戦車の後継として開発された、イギリスの戦車である。しかし、最終的に、性能不足であることから、戦争終結の時点で量産がキャンセルされた。技術者であるウォルター・ゴードン・ウィルソン中尉及びウィリアム・トリットン・技師は1915年、世界最初の実用的な戦車であるマーク・アイ戦車の、開発のためともに働いた。 しかし、トリットンがマーク A 抽選車、ホイペットの開発を決定した際、ウィルソンは共同作業から去った。マーク A 抽選車は、トリットンの設計主務であるウィリアム・リグビーによって、設計されている。ホイペットは成功した設計を有し、また実用性があることを称したが、馬力不足や複雑な操縦機構、そして干渉装置がないことに苦しめられた。 ウィルソンはこの時少佐に昇進しており、彼は自分自身でより良い光景となる車両、マーグビー戦車を開発しようと決断した。彼はおそらく設計図の作成を1917年後期に始めた。フランスの中央戦車研究会のフィリップ・ジョンソン少佐は、1917年後半にイギリスを訪問中、木製のモックアップを提示された際にこの戦車に注目し、 判明を受けている。試作車両はトリットンの会社であるメトロポリタンイコールキャメル客科社会社で製造され、1918年9月に完成した。設計過程の初期にて、ウィルソンは丈夫構造に日本土包を積むお姿を大体または並行して製作することを了承したようである。しかし1918年3月、彼はこうした計画を破棄している。 ウィルソンによる設計は、マークアイ戦車およびホイペットの両方の構成要素を持っている。類似性があり、より小型で、装期された長射方形の車体は前車のもので、固定式の重灯は後車のようである。新しい特徴としては、後部で区画を分割したことで、100馬力の短縮された4気筒のリカード製エンジンを収容し、その後方に、 優勢式の変速装置を積んだ。後部の2個の燃料タンクは容量が386リットルである。他の発明としては円幕の転調機能、車体前面に傾斜走行を採用したことである。円幕転調装置はスルホン酸の容器を排気管の上に配置して構成された。並走は上部重等に最大5丁の機関銃。 側面の側面ドア部に2丁の機関銃で構成される。これらの車体ドアは小型のスポンソンにも見えた。機関銃は取り外すことができ、実際に携行される機関銃はより少なく、機関銃種は自分の銃を移動させて射撃場所を交代した。多くの文献では4丁と推測している。450両を量産するという指示が試作車両の完成前から下され。 さらにこの数は700両にまで増え、グラス号にあるノースブリティッシュロコモティブで生産されることとなった。後にはメトロポリタン、コベントリーオードナンスワークス、そしてパテントシャフトアクスルトゥリーカンパニーによって作られることとなった。混乱することには、新戦車はマーク A ホイペットと同じ名称が付けられた。運用開始のほぼ直後、 この形式の戦車は二つの理由によって恵まれた地位から転落した。一つには、戦闘室からはエンジン区画に容易に近づけなかったことである。したがって、砲火の下での修理は極めて危険なものとなった。二つには、トリットンがライバル車両であるマーク C 中戦車ホーネットを開発したことである。この車両の設計には優越した速力や調合性能を持つことが分かった。 ウィルソンは単戦科者のためにマーク B 中戦車の寸法を制限していた。戦争の終了により当初450両の発注は102両の生産後にキャンセルされるに至った。45両のみがイギリス陸軍により収益することとなったが、残る57両は直にスクラップ処分となった。戦争の後、マーク C 中戦車が好まれたことからこうした形式の 車両は段階的に廃止されていった。2両が北部ロシア戦車分献隊で用いられている。両者とも失われ、赤軍が少なくとも1両を30年代まで使用した。マーグビー中戦車を保有した最後のイギリス軍部隊はアイルランド独立戦争中の第17大隊である。ありがとうございます。